はい、こんにちは、レトルトと申します。今回やっていきますゲームはフリーゲーム、雨が降るとどこかへ消えたくなるのということで、タイトルにある通り、猫が主人公のゲームですということでね、猫が主人公のゲームっていうのはね、何回かやったことあるんだけど、まあそんな感じのゲームですね。短いゲームらしいので、とりあえずやってみましょう。ヌコになる。はい。おー、茶番カット設定、茶番があるらしいね。茶番は見ます。オフでお願いします。お、かわいい。ヌコというよりなんだら、ヌコのフードをかぶっている感じの。あなたは誰？あ、じゃあちょっと、で、ヌコルトで。あなたは本当にヌコルト？いや、レトルトだけど、ヌコルトでお願いします。イエス！お願いします。はてなはてなはてな。お、かわいいね。決定。メニューキャンセル。おー、動ける。なの、モノトーンな感じでいいですね。ヌコルト、黒猫。黒猫なのかな？元気50、やる気0。拾ったもの、なし。自分、猫の爪。鋭いから引っかくと痛い。もこもこコート。もこもこであったかい。革のブーツ。誰かさんのフル。もう誰かさんっていうの実は重要だったりするんじゃないの？猫の帽子。もこもこしてあったかい。なるほどね。じゃあちょっと記録どこでもできる系だね。やってみよう。これなんか雨が降ってる。あ、外はひどい雨が降っている。タンスタンス。何か入ってる。猫の置物1を拾った。はぁ、あ。タンスの中は空っぽ。じゃあいっぱいあんのかな？猫の置物、どこかで見たことがあるような。猫の置物。へぇ。この雨が降るとどこかへ消えたくなるのってタイトルだからさ、なんかこの雨のことで関係があるんだろうね。タンスの中は空っぽ。猫の絵本だ。はい。猫はいつも一人ぼっちでした。空の青い晴れた日も、真っ暗な夜も、猫はいつも一人ぼっちでした。ある雨の日のことです。お、一人ぼっちにうんざりした猫は逃げ出すことに決めました。続きのページがない。これもしかしてさ、このヌコルトのことを表してんじゃないの？なんかもう、あれだね。ここから一切動きたくなくなるな。ドア開かない。ふかふかのベッド。外はひどい雨が降っている。ちょっとどうしたらいいの？ていうかこれは猫は今これどういうことなんだろうね。これ猫が本当にここに住んでんのかな。人に飼われてるわけじゃない、一人ぼっちだもんね。ページが抜けている。抜けてるんだ。ちょっと積んだ。早い。どういうことだ。なんかあんのか、雨以外に。ほんと空っぽなの？寝るとかあんじゃないの。寝る寝る。なんか臭い。は？誰かがこっちに来る。怖っ。ドア開かない。誰かがこっちに来てる。ちょっと寝といた方がいいの？どうしたらいいの？隠れられないの？あっちか。隠れるとしたらあっちか。はい。何？青鬼とかやめろよ。うわ、暗い。足跡速くなってる。開けた。何この青鬼っぽさ。いない。誰かがヌコルト探しに来てんだよ。一体どこへ行ったんだ。何？駆除されんのやめてくれよ。どういうことなんだ。いい人なのかな。うわっ、走ってった。もう出ていいんじゃない。はい、ゲーム。うわー、そんなところに隠れていたのか。怖い怖い、動けない。バッドエンドに逃げられない。どういうこと？逃げたいの？この猫、こ
この猫は飼われてるのかな。どういうことなんだろう。の、怖いな。飼い主ってわけじゃないのかな。いいかな。イエス。怖っ怖っ。あ、いない、よかった。いや、よかったのかもちょっとよくわかんないけどな。ドアが開いてる。こっから出ますか。ちょっと待って、一回セーブをさせてください。セーブして、ここで外出たいんだ。はい。あー、怖っ。な、顔がないからこそ怖い。ちょっと右から行くわ、俺。暗い。あはー、よかった。うわー、めっちゃモノトーン。ここは？うわ、なにこれ。何かを置く台。はい。はは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 。衝撃やったな。まさかこんな、こんな簡単に捕まるとは。なんで俺を誰かが捕まえようとしてんのかな。なんで猫は逃げ出そうとしてるのか、そこもちょっとわかんないよね。じゃ、ちょっと、こ、真ん中に置いちゃダメだったから、1だとしたら、左から1という、おぉ、はい。あー、待て、続きで。で、まだここはダメなんだ。あの飼い主の男が出てきそうで怖いな。結構ちゃんとし、なんか、がっつり探索ゲームなんだな。開かない。あ、開いた。え？これさ、赤色の猫？てか赤い猫っているのかな？かわいいな、ピンクの髪の毛の。うさぎ！ずーっと待ってるんだけどね。出てこないの。あたしのご飯。なんかこれ、なんだ、ちょっと想像しよう。なんだこれ、動物を預けるセンターみたいな感じなのかな。もうなんか拾われる、拾ってくれる人を待つみたいな。そっから抜け出そうとしてるみたいな。猫だけじゃないんだ。あ、髪が落ちている。ナンバーセブン、試しにあれの餌を抜いてみると、空腹に耐えかねたのか泣いていた。誰かの日記みたいだ。なんだこれ、研究所なのかな。なんか嫌な感じするね。誰かの日記7個いっぱいあるのかな。みんなこれなんだと思う？犬だわこれ。はい、モコモコでした。正解はモコモコでした。なに？あれ？君って誰？喋れないの？まあいいか。話を聞いたって何にもなりゃしないしさ。怖いな。いつ死んでもおかしくないから、セーブをしっかりしていきましょう。ここは？入る。あ、なんか落ちてる。髪が落ちている。あれが言葉を話した。外に出たいと。あれってヌコルトのこと？誰かの日記みたいだ。はぁ、この日記集めていかなきゃいけないのか。上には何かあるけど届かない。ダメだな。タンスは？絵本のページ。イエス！誰かに撫でられたり、抱かれたりしても猫は一人ぼっちでした。ああ、飼い主ではないってことかな。誰と何をしても心の何も残りません。なぜなら猫の心にはぽっかりと穴がいくつも開いていたのに。捨てられた猫なのかな。結構あれだね、お話が。なんだろう、不思議な感じの話だな。あれを世に出してはいけない、それが私にできる最後のあがきだ。え、そんな壮大な話なの。トゲ付きの金網だ。これがあるから逃げられないのかな。一階に行くにはこの金網をどかさないとダメみたいな。あー、開かない。でも行けるとこ結構少なくない？ここか。記録書いて、こっちの上とかは。あ、もうここの時点で行けないんだ。横から、絵本は、あ、置けないか。真ん中と左はダメだったから、ここに置いてみます。
あれダメか。あれ、おお、こっちだった。猫の置物が取れなくなった。鍵だ。あそこの部屋の鍵かな。よしよしよし。たまたまクソ外しだったな。3分の1外しましたね。でもここの鍵じゃないかな。面白いなこれ。ここじゃないんだ。自動使いではないから、自動使いなのかな。開かない。あ、来たー、行け。あ、またテレビの部屋か。はい。あ、ナンバーワンだ。あの子を失いたくないばかりに私は禁忌を犯した。まさかこんなことになるなんて。はぁ、誰の日記なんだろうね。あ、あぁ、深夜のやつ、夜なのかな。めっちゃ楽しい。おぉ、なんかないかな。100回に1回なんか卑猥な画像が出るとか。あーあーあーあああ、今日は君の好きなカレーだよ。食べられる？ありがとう。ビアンコのカレー好きなんだ。ビアンコ、ああこいつか。ふ、そりゃそうだよ。君の舌に合うように甘口に作ってるからさ。レトルトもカレーは甘口が好きです。叶わないなぁ。ビアンコはきっと一流のコックになるね。え、なにこれ、カレーの CM？ ハウスカレー屋さんみたいな。もう一回あるかな。ない。100回に1回ぐらいなんかあれなの、深夜のなんか卑猥な番組につながるみたいな。ないか。まあ、でもなんか重要なものが見えた感じですよ。ここで新しいアイテムはゲットできたりしてないけどね。ということは行ける場所が狭まってしまった。ご飯出てこないのか。あ、いや、どうやら君は本当にここを出ようとしてるようだね。そうか、君がそうしたいならそれもいいのかもしれないね。じゃあこれ、これあげるよ。僕には必要のないものだしね。選別だよ。キャッタツ、あー、そこか。もこもこありがとう。君がそうしたいのならそれがいい。やっぱ話しかけるって重要だな。ありがとう、もこもこ。俺のなん中ではあのなんか白くてでかいさ、なんだろう、犬みたいな。白？黄色のさ。あ、ここじゃない、ここじゃない。結構短い話らしいんだけどね。30分、あ？こっちにもある、こんな部屋が。あれが文字を読んでいた。言葉が理解できたようだ。なんだこれ。もしかしてこれめちゃめちゃ賢い猫とか動物たちが集められた研究所なのかな。で、ヌコルトは当然のようにレトルトの遺伝子を引き継いでるので超賢い猫みたいな。あると思います。こっちかな。イエーイ。これで、キャタツは勝手に使うのかな。上に何かあるけど届かない。イエス。鍵だ。イエーイ。これ多分左の部屋じゃない？左の方にあった。なんだろうな。でもここにも置物の部屋あったからさ、少なくともあと5つぐらいは置物を手に入れる可能性があるってことだ。あ、ここじゃない。よいしょ。ここは開かないんだっけ？あ、オッケー。あ！置物みたいなのあるね。うさぎだ。なあ、多分あんた勘違いしてるぜ。あれ、耳が怪我してる。なあ、片方。言わなくてもわかるぜ。どうせ俺のことバケモンかなんかだと思ってんだろ。こんなとこに閉じ込められるようなそんなやつだって。こんなさ、こんな黒いうさぎ、かわいい黒いうさぎをさ、こんな金網だらけの部屋に閉じ込めるってことは、これ超凶暴な、ラパーン的なあれなのかな、ウサギなのかな。勘違いされんのも尺だから先に断っとくが、俺がここにいるのはぶち込まれたからじゃない。ここが俺の部屋だからだ。悪さして閉じ込められた悪いウサギだからじゃない。意味わかるか？いや、わかんないっす。
お前喋らないんだな。まあいいか。つまりはあれだ、俺は悪いウサギじゃないってことだ。全くもって1ミリたりとも。その辺理解できてるか。あ、はい。そうかそうか、そうかそうか、それならいいんだ。お前そんなんで大丈夫か。キャッチセールスとかそういうのに騙されやすいだろ。いや、一切キャッチセールスも喋らなかったら帰るんじゃないのかな。まあ俺には関係ないけどな。言い返さないのか。その置物ちょうだい。お前いいやつだな。なあ、お前をいいやつと見込んで頼みがあるんだ。イエス、本当いいやつだな。よく言われます。実はさ、俺がここに閉じ込められてるのっていうの、閉じ込められてるっていうの、半分は本当でさ。いやいや、悪いウサギだからじゃないぞ。悪くはないけど何かあるんだ。ここの鍵ってオートロックなんだけど、うっかりなくしちまったんだ。お前がオートロックの鍵を管理してるわけないけどな。オートロックで鍵がかかってるし、鍵はなくなったしで、ここから出られねえの。だからさ、ここの鍵見つけたら持ってきてくれないか。いや、ほんと見つけたらでいいし、頼むな。あー困ったな。鍵がないとトイレも行けねえの。そりゃ困ったな。あれ欲しいな。でもここでも結局何も手に入らなかったな。またあれかね、このここの人たちに助けてもらうのかな。あれ、もしかして、ねえあなた、黒いウサギ知ってる。そうか、ウサギ仲間だからか。うん、閉じ込められてたよ。やっぱり。これあの子の部屋の鍵、開けてあげてくれる？私はここから動けないから。おー、めっちゃ簡単に出ないとな。早く来ないかな。ご飯あげないとな。どういう話なんだろうね、これ。未だちょっと想像がつかないけど、予想は合ってるんでしょうかね。あ、開けるのか。はい。お！鍵あったのか。助かった。そろそろあいつの飯の時間なんだ。こいつが、赤いウサギが、の飯をこいつがあげてるの？悪いけどちょっと通してくれるか？お礼にあの置物持って行っていいぜ。じゃあな。鍵忘れていった。来たー。2。猫の置物、どこかで見たことあるよ。どういうことなんだろうね。ちょっとその、あの鍵を置く前に寄ってみるか。いるかな。あー、いた。あー、人参、人参食ってる。おー、さっきは助かった。この赤いウサギ腹減ると何するかわかんねえの。オスメスかな。人参美味しい。よかったね。どういうことなんだろう。動物が動物に餌をあげてる。まだ全然ますますわかんなくなってきたね。どこだと思いますか。真ん中は最後だろうな。悲しみ。あー、ちょっと待って待って待って。続きて。それにしても、静かなゲームだな。あー、ここじゃなかった。ってことは、右側なんだ。ここか。相当あれだな。三分の一か、また。じゃあ右から。はい。左だよ。おーし！鍵3を拾った。猫の置物が取れなくなった。ということは、まあ、本当にあと4つあるんだな、置物。さっきの黒い人、まだ出てこないね。追われたりとかあんのかな？記録を、書く。よし！お！本屋。図書室的な。絵本のページが落ちてる。ついに埋まりましたね。ある日猫はとてもお腹を空かせていました。そんな時猫は老いぼれたネズミと出会いました。食われるぞネズミ。僕を食べなよとネズミは言いました。大丈夫、もうすぐ寿命で亡くなる命だから。心の穴が小さくなった気がして猫はネズミを食べました。お腹は満たされました。それだけでした。あらー。え、頭が、どこかで音がした。何の音だ。
人体解剖図。人の図鑑？研究レポート。どうしてもうまくいかない。腐敗が止まらない。研究所なのかな？研究所か、なんか医療的な、動物病院的な場所か。腐敗が止まらないのならば、大会期間を用いるほかないか。大会期間。研究レポート。原因がわからない。細菌なのか、ウイルスなのか、全く未知なものなのか。じゃあ、あの猫はなんかウイルス的なことで、鳥インフルエンザ的なさ、なんかで、閉じ込められてるのかな。そういったら金網じゃなさそうだけどね、普通はガラス越しの、抗生剤が効かない。細菌感染ではないのか。メモだ。上690、中801、下680。これは、メモるしかねえな。上690。なんだろうね、この数字。ダイヤル合わせるみたいなのがあんのかな ?680。久しぶりにメモったな。一応、ゲーム実況するときはメモをね、用意しているんですけども。あ悔しい。悔しいです。持ってけんのかい。これは受ける一発ギャグ。お、これは使えるぞ。じゃあみんなこれ、レゾルトこれ、披露するんでね。みんな笑ってくださいよ。やばい。自分でやんなきゃいけない。仕方ない。じゃあ、自分で、最近考えた一発ギャグ、言います。隣の、あ、受けたね。いや、めっちゃ、まさかこんな笑ってもらえたら思わなかったですね。ありがとう、ありがとう。さすがね、受ける一発ギャグですわ。人の上手な愛し方。なんか人間臭い本が置いてあるの。人との上手な話し方。世界の植物、漢方薬の原料特集、キノコ図鑑、植物の図鑑がいっぱい。薬理学、病理学、微生物学。紙を見つけた。ナンバーない。以上のデータより、あれは間違いなく感情を持っている。誰かの日記みたいだ。結構集まってきたけど、まだまだ14まであるんだもんな。まだまだ足りないね。もうこれで、特になんか進んだわけじゃないな。ちょっといつものとこに戻ってみるか。あ、ここでちょっと戻ってきたりとかある？ああ、戻ってきたりな。なんかここで隠してるとか。臭い。失礼。ないか。赤いやつらとか。どう？なんか知らない？おお、さっきは助かった。ないか。もう人いないんだけど。ちょっといろいろ回ってみるしかないのか。でもここはもうないしね。あ？金網がなくなってる！なんで？あの男の、初め出てきた男がでも存在した、あのなんか、動いたのかな？一階だ、出れるかも。あ！お腹減った。人形？あれ。髪が落ちている。満腹の寝床。満腹の寝床？空腹の椅子。はぁ、こっちは空腹の椅子なんだ。セーブしとこう。なんか、待って。よく見たら、元気が1しかない。片耳のうさぎ。チミドロうさぎ。チミドロだったの？お腹空いて寝れない。何これ、なんか怖くなってきたね。何やら嫌な予感がふつつとしてきました。あ、うわっ、なんでこんな血だらけなの。これもなんか奥系の台じゃん。張り紙がしてある。血塗られたものにしか進めない。血塗られたものにしか進めないってどういうことなんだ。なんか殺人鬼とか犯罪的なものじゃないと進めませんよ的なことなのかな。じゃ、とりあえず置物を一個手に入れたから、
またやるか。ここでしょ。やばいな、今んとこ全然決まらないぞ。ここだ。あと4分、あと3分の1だからね。やばいやばいやばい。クソ外し、外しすぎ。じゃあこっちか。今度こそここよ、真ん中は。やばい、全部外したな。すべての可能性を外してしまった。ほい。あれ？え？あれ？じゃあそこの上の階じゃないんだ。2階のものじゃないんだ。じゃあこっちにあったやつか。全部埋めるわけじゃないかもしんないね。あ、いいね。猫が数えると、10は1つ、2にはない。8は2つ、90も2つ、62は1つ。はい、わかりました。これね、丸の数ですね、10の数字の。10は0の中の丸が1つ、2にはない。これわかるよ。鍵のついた箱。上真ん中下の番号を入れられる。あ！上は690だったから、690で、丸は3つ。真ん中は801だったので、丸は3つ。下は680なので、丸は4つ。さえると、久々。マッチを拾った。はぁ、あ。いろんなものを燃やせる。燃やすような場所あったかなぁ。いやぁ、久々に謎解きがすんなりきましたなぁ。出れんのかな。ここから外に出れそう。でも開かない。外出たら終了かな。あ、こんな危険な場所開いちゃっていいの。かわいいね。それにしてもなんかいいわこれ。なんかいい。あ、紙が落ちてる。あれは化け物だ。分かっているのに殺せない。あの子の存在が大きすぎる。誰かの日記みたいだ。これ絵本の絵じゃない。人の絵。マッチをする元気がない。あー、マッチをここで吸って燃やすんだ。これなんか猫の思い出なんだろうね。これが飼い主だったりするんかな。あ、虹が。しかしそれは歪んだものであり、あれが化け物であることは揺るぎない事実である。これはヌコルトが化け物っていうことなのかな。そんなことあっていいはずがない。まるであの子と同じじゃないか。あ、まだまだわかんないな。もう落ちてないかな、紙は。最終的にあれをマッチで燃やすのかな。ここは開かない。燃やせば出れるようになるみたいな。お、あいつだ。モコモコの部屋だ。絵本のページが落ちてる。ある人が鰹節を1枚くれました。他の人は煮干しを2つくれました。めっちゃもらってるじゃん。 1,2,3,4 いくつもらっても猫には数字を数えることはできませんでした。いくつもらっても埋まらない。まん丸い穴の数を数えることしかできませんでした。これみんなね、ここでヒントを得て、あーなるほどって思うんだけど、まあレトルトは先行して解いちゃいましたね。さえると。20日ネズミ。ネズミだったのか、あいつ。はぁ。食ったネズミじゃないだろうな。ここは？血塗られたもの。もしかしてさ、あいつがネズミって分かったから食うんじゃないの？で、食って血塗られて腹いっぱいだからいろんなことできるみたいな。ちょっとそういう感じじゃないかなって思うんだけど。あ！煮干しもらった！猫はそういうの好きなんだろう。飢えるのは怖いもんな。怖いよ。あなたもお腹空いたの？じゃあこれ。鰹節をもらった。猫はそういうの好きなんでしょ？ありがとう。えらいえげつない想像してしまったな、俺。まさかこいつを食ったりはしないんだよ。ああ、よかったよかった。
これ食えば、なんだろう、空腹の部屋とかさ、そういうのは入れんじゃないの。お腹空いて寝れないとかあったけど、これがあれば。あ！来た！煮干しと鰹節を食べた。満腹。空腹の椅子は、満腹になったから、先にちょっとセーブをさせてもらいます。あ、眠い。いいね。これのために来てる。あ、今なんて言った。臓器が腐っていく病気なんだって。だからもう長くは生きられないみたい。治らないの？マットが調べてくれてるけど、今のところお手上げ状態だよ。マット。あ、いろんなものが。あ、これはでもあったやつか。一瞬の満腹を拾った。ええ。満腹をしてると余計に飢える。わあ、深いな、なんか。地味泥うさん。地味泥になりたいなぁ。これで燃やせんじゃない？それなりにね、満腹になったから。よしよし。マッチで燃やしに行こう。よーし。人の絵。イエス！うわぁ！わぁ！綺麗に燃えた。うわぁ、バイオハザード的仕掛け。あ！しまったぁ！まあいいや、ちょっと燃やすわ。二度焼き。それでは、ちゃんとセーブをして。入ろう。うわ、ええ、何この、本当に研究所的な本感じだね。絵本のページが落ちている。はい。ある日の雨上がり、猫はいなくなりました。この虹の絵右にあったもんね、あの前の部屋の。幸せを探していなくなりました。なんか絆創膏みたいな貼られてるとか、あのスケスケなのかな。はい、最後の鍵。うわ、ドラクエでは相当いいもんじゃん。置物は、置物をまだ3を使ってないな。え？まだ使ってない置物とかあるんだけど、いいのかな？ちょっと待って。いいのか？ちょっと待って。チミドロの部屋とか、探索ちょっとするか先に。ん？どうあがこうと飢えを満たすために奪うことをやめられない。あ、ここにあるじゃん。あ、こんなとこにあった。やった。絵本のページが落ちている。はい。何をしても穴は埋まりません。猫は思いました。きっと一人ぼっちでもよかったのです。晴れた日の日差しや明るい月があればそれでよかったのです。じゃあもうあそこ、他はもう、あれかね、置物置けないのかな。これも埋まったのかな。猫はいつも一人ぼっちでした。空の青い晴れた日も、真っ暗な夜も。猫はいつも一人ぼっちでした。ある雨の日のことです。一人ぼっちにうんざりした猫は逃げ出すことに決めました。誰かに慣れられたり誰抱かれたりしても猫は一人ぼっちでした。誰と何をしても心の何も残りません。なぜなら猫の心にはぽっかりと穴がいくつも開いていたのです。ある日猫はとてもお腹を空かせていました。そんな時、猫は老いぼれたネズミと出会いました。僕を食べなよ、とネズミは言いました。大丈夫、もうすぐ寿命で亡くなる命だから。心の穴が小さくなった気がして、猫はネズミを食べました。お腹は満たされました。それだけでした。ある人が鰹節を一枚くれました。
他の人は煮干しを2つくれました。1,2,3,4 いくつもらっても猫には数字を数えることはできませんでした。いくつもらっても埋まらないまん丸い穴の数を数えることしかできませんでした。何をしても穴は埋まりません。猫は思いました。きっと一人ぼっちでもよかったのです。晴れた日の日差しや明るい月があればそれでよかったのです。ある日の雨上がり、猫はいなくなりました。幸せを探していなくなりました。これで完成みたい。これが今まで俺がさ、こうやって探索してきた物語がこの絵本になってるのかな。イエス、それっぽかったよね今。煮干しもらったりとか。あ、え、平気だよ、ちっとも苦しくない、だから心配しないで。お前は嘘ばっかり吐くから信じられない。これ病院の服みたいな入ってきてるのかな。は、雨止んでるね。嘘じゃないよ、マットがいてくれるから大丈夫。みんながいてくれるだけで幸せだから、だから大丈夫。え、あ、え、試験管に人がいっぱい。え、なんで、なんで。これでお前は死なない、お前のためだよ。そんなのいらない、言ったよね、みんながいてくれるだけでいいって。ねえマット、もうやめよ。ヌコルト僕のことですか。え、ヌコルトなのあれ、猫じゃない。雨が降るとどこかへ消えたくなるの。なにこれ、めちゃめちゃ考察が必要なやつじゃん。どういうことなんだ。まあ、とりあえずこのヌコルトちゃんはヌコじゃなくクソ曲クソじゃないと思いますけど、ヌコじゃなく、まあ、病気の男の子もしくは女の子なんだろうね。いや、ありがとうございますヌコルトちゃんヌコルトちゃんでーす。いや、クソゲーでは全然ないですけど。エンド1。ああ、じゃあこれベストエンドだね。エンド2とかあったもんね。おまけが追加されました。ああ、おまけおまけ。おまけおまけ。あ、デバッグルームみたいな。全ルートクリアしていなくても見られるおまけですが、全ルートのネタバレがあるかもしれません。はあ。全ルート？ちょっと、ページちょっと見てみよう。なんかどうやら、バッドエンディングとは別に、エンディングっていうのはなんか3つあるらしくて、ちょっとそこら辺公式サイトにあったので、ちょっと他のエンディング2つはちょっと見てみたいんで、ちょっと見てみようか。あ、ちょっとロードし直して、煮干しとか、かつお節とかをもらう前に戻った。お腹空いてる状態に戻ったんだよね。で、やっぱり血みどろになる必要があるらしくて、これ、白いモコモコ。あいつ、左のウサギたちに話しかけずに、で、ハツカネズミの方に話しかけました。どうしたの？元気ないね。食べる。食べる？そうかい。うん。ほら、お食べよ。イエス。ああ、耳がなくなった。もういいの？そうかい。実はさ、うん、なんでもない。もっと食べてもよかったのに。もしかして美味しくなかった？いや、美味しかったけども。いや、美味しかったですよ。これでエンディング変わるんだよ。考え事してるんだ。これでお腹いっぱいになったから、寝るのかな？これで話がきっと違うエンディングに行くと思うんだよね。ちょっと寝よう。
なんだこれ、ちょっとなんか怖くなってきたね。さっきのはまだ幸せな方のエンディングだったのかな。ここで食べることもない、満腹して、でも満腹、あ、でも寝るのか、眠い、あ、このために生きてるやつで、どうなんだ、あ、お前はよく働くし、あの子もお前を気に入っている、知ってます、しかしあの子の命には変えられない、僕もそう思います。ああ、理解してくれるのか。はい、僕体は丈夫なので、薬でも毒でも好きなだけどうぞ。ある子の命のために体が丈夫だから私がその実験体になるよみたいな、どういうことなんだ。何が落ちてる。埋まらない穴を拾った。お腹は満たされました。それだけでした。じゃあ記録書いて、今俺血みどろになったからさ、血みどろの部屋入れんじゃないかなって思うんだよね。あ、開いてる、開かない、開いてるよ開いてますよ。あ、こっちに置くパターンだと、あ、待て、あー、よかったよかった。こっちにまた別の場所に置くってことだよね。今置物をさ、エンディング1の時に、初回プレイの時に置いた台がなかったよね。ここの台が、じゃあここのどこかなんだ相変わらず外すな俺。はぁ、ダメなの？ダメなのかい？ここ置けないしな。単純に置けないっていう可能性もあんのかな。これ以上先に進めない。髪が落ちている。あれはやはり化け物だ。同じ檻で飼育していた生き物を食べてしまった。口の周りを血で真っ赤に染めて泣いていた。どういうことな？ちょっとネズミに会いに行ってみるか。ん？心配しなくても憎んじゃいないさ。そういう時があるって分かってるんだ。お前だってそういう痛みなら平気だろ？私も一緒なの。人参みたいにね、生えてこないの。嫌われてるわ。え？考え事してるんだ。あー、ダメなんだ。あ？白いモコモコの血。あー、ダメなのか。だ、これで絵を燃やして脱出でいいのかな。でもあと2つあるんだよね、エンディング。ちょっとりあえず燃やしてみよう。あ！はい。お腹いっぱいになったから、燃やせると。よしよし。とりあえず OK だ。あ！こんなんあった？何もない。ここ前回なんかあったんだっけ？あ！あれは初めて言葉を喋ってから様々な表情を見せた。違うものが拾えてる感じがする。いつからかあれは話さなくなった。私が気味悪がったせいだろうか。こうやってエンディングによっていろいろ話が分かってくんだ。あれは存在しないものと話し始めた。長い軟禁生活のせいで精神に異常を期したのか。わ、血流してんのがある。あれを生み出してしまったのは紛れもなく私の罪だ。あれは正真正銘の化け物だ。
生命維持装置。壊すの？鍵があったのか、さっきのとこ。朝だ。よかった。体まだ動く。あ、動かしてる。買ってもらった服が入ってるけど、今着てるのが一番好き。でも猫じゃないんだな。秘密で書いてる絵本がある。そっとしまってこう。絵本ってあれか。猫の絵本か。あ、うさぎたちか。ヌコルト、今日は大丈夫なのか？はは、大丈夫だよ。ネイロの方こそ大丈夫？そんな真面目な顔初めて見た。大丈夫だよ。お前ほんと性格悪いよな。ロストもなんか言ってやれ。ネイロがバカ正直なのが良くないんじゃない？私にはそんなことないし。そうだそうだ。やっぱ病院で。随分賑やかだと思えばまた来ていたのか。あ、待って、おはよう。ヌコルト。おはよう、ヌコルト。寝ていなくて大丈夫なのか？うん、平気。マットは心配性だね。あ、死んでる。これで最後の鍵なんだ。怖っ。怖い。セーブセーブ。一応捕まるエンディング。ゲームオーバー。捕まるエンディングは一応見ておきますよ、俺は。うわぁ！あぁ！捕まるエンディング見なくても見れたわ。うち！あ、いないいない。一応拾っとくか。あぁ！ちょっと、早い、あいつ早い。ちょっと。こまめなセーブ大事だな、これ。あ、やばい。直進はダメ。なんだこれ、エンディング2の方が正規エンディングっぽいな。1がちゃんとしたなんかグッドエンディングかなと思ったんだけどね。これは拾った日記だな。ここの猫早いんだよ。こいつ遅いな。よし。うおーうおーやめて。イエスイエスイエス。あいつが死んじまったらどうしよう。思い切り泣いて、嘆き悲しんで。きっとそれだけだよ。それだけよ。ずいぶん淡白なんだな。だって、人はいつか死ぬでしょ。この場所、あれだよね。やっぱ、ウサギたちの場所だよね。あの子はそれが早いだけ。ああ、そんな顔しないで。私がずっと一緒にいてあげるから。お前に話した俺がバカだった。は？まあ、でも、なんだろう、一周目に、あ、かわいい。一周目にやった時よりは、ちょっと物語がなんとなく見えてきた。やっぱりヌコルトはヌコじゃないんだよな。で、やっぱヌコルトが書いていたお話なんだろうね。で、やっぱりなんか、ヌコルトは病気で、病気なんだろうね。病気で、どっか、なんかもう、いろいろ実験とかを、されてるというか、されててみたいな。あ、エンド3、エンド2を飛ばしましたね。エンド2ってどうやったら見れるんだろう。ああ、ちょっとサイトをちょっと行きます。お、こうネズミを、今ネズミを貯めて寝た後なんですけど、このネズミの部屋に、なんか変わってるね、これ。髪が落ちてる。実験用マウスの寿命は2年程度。野生のものだと長くて半年程度。はぁ、カツカネズミ。別に辛いことじゃない。でも誰かと一緒なら、きっ
ともっといい。へえ。じゃあ実験用マウスが、実験用マウスを使って、なんだろう。このヌコルトちゃんを治すための実験をしたりしてるんだと思うんだよね。僕は丈夫だから、みたいなこと言ってたから。そういうことなんだろう。なんか、不治の病というか、研究しなきゃ治らないような病気なのかな、ヌコルトは。実際わかんないけど。話変わるかな？あ、実はね、僕もう長くないんだ。ここで一人で生きてきたから。いなくなる時もそうなんだって思ってた。君みたいにどうにかしようとなんて考えても見なかったんだ。あのね、隠してたわけじゃないんだけど、持ってるんだ。ここの屋敷の鍵。君がよかったらでいいんだけど、君について言ってもいい？少しの間でいいからさ。イエス、ありがとう。君ならそう言ってくれる気がしたんだ。あ、そうだ。これ渡しておくね。最後の鍵。おー、おー、イエーイ。あ、一ポイント低いな、ハツガネズミ。でもやる気だけはある。私はネズミのような人間です。噛めば噛むほどって、耳がなくなる人間です。待って、これ自分で。静寂なお手て、小さくて貧弱なお手て、爪とかもうボロボロ。モコモコであったかいけど、年が年だけに汚い臭い。ボロい靴、裸足だと痛いから申し訳程度に履いている。ちょっと臭いけど可愛い耳、片方はかじられてもう生えてこない。悲しい、なんか悲しい。私もね、一緒なの。なるほど。これエンディング3なんだ。エンディング2かな。なるほど。エンディングには、追われたりせずに、ネズミ、ハツカネズミくんと一緒に脱出っていうことなんだな。これ燃やしたりはどうなんだろう。燃やさないのかな。もう最後の鍵持ってるもんね。ちょっとそこ行ってみて、燃やせるかどうかだけ。人の絵。あ。燃やすんだ。これで脱出できるよな。そっちは出口じゃないよ。それにね。うん、なんでもない。行こう。あー、こういう感じになるんだな。このエンディング2で、まだおぼろげにしか分かってないこの物語の真相に少しでも近づければいいんだけど。あ！雨に濡れるの久しぶり。ふふ。なんだか気持ちいいね。さ、大丈夫です。よかった。僕もね、寒さや暑さには強いんだ。って言っても、ずっとここにいちゃ風邪ひいちゃうね。どこか雨宿りできるとこ探そうか。ほら、もう行こう。投資しちゃうよ。なんてね。ふ、なんてねじゃないよ。怖いよ、普通に。もう行こうって言われてもなぁ。こっち？ああ。あ、かわいい。だいぶ歩いたね。ちょっとだけ疲れたかも。ふふ、心配しないで。大丈夫だよ。ずっとあそこにいたから、体がなまってただけさ。あ、どうしたの？ごめんね、ぼーっとしてた。あ！木の中だ。ここにいれば雨に濡れないね。上の方にも何かありそうだよ。なんだか目がチカチカしない？僕らずっと真っ黒い部屋にいたからさ。落ち着けるところ見つけたら食べ物も探さなきゃね。木の実でも虫でも何でもいいよ。僕らって雑食だしさ。どうなるんだこれ。あ、ここが一番上みたいだね。見てごらんよ、大きな穴が窓みたい。なんだかさ、あそこの窓みたいだね。あー、ねえ、少し休んでもいいかな。久しぶりに歩いたから疲れちゃったんだ、パトラッシュ。怖い怖い怖い。君もなんだか疲れた顔してるよ。マジで、ララララララなの？はい。君も疲れてるよね。寒いからさ、くっついて眠ろう。悲しい話やなぁ。でも可愛いね。雨、止んでる。
起こしちゃった？ごめんね。綺麗な月だね。一人で見る月ってもっと違ったような気がするんだ。お日様が起きたらさ、ご飯探しに行こうね。あ？あれ？戻ってるじゃん。戻ってるというか、いろいろ。だいぶ綺麗になったね。やればできるもんだね。え？でも壁とか床までこうなっちゃうなんてさ、君って結構凝り性なんだね。あ、ここを改造したの？さ、今日もご飯探しに行こう。なんか嫌だな。なんか嫌な予感がする。もこもこと一緒に集めたご飯がいっぱい。ほう。それじゃあいつもみたいに手分けして探そうか。お日様が沈む前にここに集合しよう。いっぱい拾えたら日持ちするものは取っておこうね。うわ、計画的よね。冬になると食べ物も拾えなくなっちゃうしさ。ほら、早くしないとお日様が眠っちゃうよ。じゃあ行くか。あ、椎茸。リンゴ。リンゴ。めっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてる。こっち奥はいけないのか。ああ！ああ！なんで？おい、あれ？どうしたの？そんな顔して。怪我した？お腹すいた？僕はね、ちょっとうたた寝しちゃってたみたい。ううん、ごめんね、嘘ついた。体もう動かないんだ。寿命か、そろそろダメみたい。僕の肉も、もうきっと美味しくないよ。ね、それでも僕が死んだらさ。ううん、なんでもない。ほら、早く帰りなよ。お日様が眠っちゃう。一緒に帰ろう。あ、ねえ、無理しないでいいよ。疲れたでしょ？ごめんね、無理させて。でもね、すごく嬉しいんだ。僕は思ってたより欲張りだったみたい。ごめんね。君を傷つけたかったわけじゃないのに。君がそんな顔してることが、すごく嬉しいんだ。最後にもう一度君の声を聞きたかったな。ふふ。なんてね、冗談だよ。目が霞んできた。君のこともう。ね、最後のわがまま聞いて。僕が眠るのをずっと見ててくれる？一緒にいてくれる？ありがとう。わあ。これどういうことなんだろうね、これ。エンディング1、3見てさ、ちょっとずつ分かってきてさ、2見てもう分かんないんだけど。どういうことだ。なんかとりあえずかわいそうだな。もうこれで、とりあえずすべてのエンディングは見て、すべてのお話は、お墓作ってる、見た話、はずなんだけど、すごい難しい話だね。やっぱ、プレイした人によって、解釈がいろいろできちゃう、みたいなことなのかもしんないけど。ヌコルトちゃんです。こんにちは。こんにちはヌコルトと申します。悲しいな、20日ネズミ。とりあえずエンド2ということで。とりあえず、すべてのエンディングは、回収したのかな？オッケー。じゃ、これおまけ、行きましょうか。もう全ルート見たはず。じゃ、この子から。こんなクソゲーを最後まで積んなんて暇なの。いえいえいえ。私が言えたことじゃないけど。あー、美味しかったな。猫の絵本。あー、これ読んだやつね。耳生えてくるって思ってたんだけど、そんなこと全然なかった。別に平気だけど。あ、はい、してええで。猫の置物あったやん。はい、まあそうやろうな。ちゃんとヒントもあるんやけどな。まあええわ、ご粒子でここまで来たってことは、お前それなりに罰受けたんやろ。めっちゃ落ちてきた。ざま。腹立つ。ほうやるやん。お前想像力豊かやねんな。そうなんですよ、僕想像力豊かなんです。あ、かわいい。
え、何もわからん。待って、あ、やった。絵本読んでね。でも血みどろにはなるなよ。多分一番簡単だよ。やっぱ一番簡単なんだ。僕に構って。多分一番意味わからないエンディング。そうですね、血みどろになっとけ。やりたい放題してみろ。僕のこと食べていいよ。避けゲー、逃げゲー、なんかそんなの。せっかくせっかくのおまけなんだけど、これといって何もないんだ。食べる。なんさっきのやつぶち壊しの感じで食べてるけど、君も好きだね。デバッカーから黄ばみすぎてひよこみたいって言われたのさ。確かに。ああ、もちろんニワトリには進化できないよ。当たり前だけどね。寝た気になるから突然死したい。もげ猫。うん、本当はどうでもいいんだ。僕は所詮猫の餌だし、誰かの血肉になって生き続ける。多分それでいいんだと思うよ。こっちは、あー、怖い人たち。猫のお化け、猫のお化け。これ先生なんだよな多分。実はメモをたくさん落としたのは私だ。うっかりしがちなのは年のせいだろうか。多分先生だよな。ああ、この先茶番の部屋。茶番カット機能を使ったプレイヤーさんは行かない方がいいかも。え、あ、これが茶番なの。なんかごめんね、君にはとてもひどいことをしたかもしれないけど、この人はね悪くないんだ。うっかり屋だしね。マットサイエンティストとは私のことだ。マットってそういうことだったんだ。はい、私とこの子は、こら、裏話なんて何もないくせに適当言っちゃう。じゃあ適当でいいか教えて。すまない、気になるな。僕とハツカネズミは慈愛の象徴なんだって。もうこいつハツカネズミ、食物連鎖の最下層の象徴でもあるんだって。嫌になっちゃうね。俺と片耳は自己犠牲の象徴なんだとさ。食わせたぐらいで自己犠牲ってちょっと大げさじゃねえか。そっか、こいつに耳かじられたのか。ロッソになら何されても平気とかそんなんじゃないし。私とチミドロは狂気の象徴なの。食べちゃいたいぐらい好きって思うこと、おかしなことなのかな。こいつはこいつが好きなのか。正直バージョン 1.01 で茶番を追加したので改善じゃなくて解約だと思う。そんなプレイヤーさんはぜひ茶番カット機能を使ってね。じゃ、これはもともとなかったんだな。普通の猫のお話だったってことだね。なるほど。ということで、まあ、この茶番機能ってなんかリンクするような感じで、さらにこうなんかお話を深くさせる要素がこっちだったわけだね。じゃあこの猫の話とこっちの話は意外にもなんか話、切り離して考えてもいいっていう感じなのかな。ということで、雨が降るとどこかに消えたくなるの、これで終わりたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。いや、なんかすごい深い話というか、なんだろう、いろいろ解釈があるんだろうなとは思うんだけど、うん、まあお話、まあこのヌコルトちゃん、病気のヌコルトちゃんが考えたお話の中の話かもしんないし、まあこういう風に見てた夢なのかもしんないし、まあ結果こういう風になんか人物をとそのキャラクターがね、相互になってて、まあこういう風に例えることもできるよみたいな、何ていうかわかんないけど、まあそういう話なのかもしんないし、皆さんがどういう風にね解釈されたかはわかりませんが、作者さんがねどういう感じで考えたかはわかりませんが、とりあえず面白かったです。皆様ご視聴ありがとうございました。雨が降るとどこかへ消えたくなるの、とりあえず猫が可愛かったね。というところで皆様ご視聴ありがとうございました。また別の実況プレイでお会いしましょう。それではさよなら。レトルトさーん。